あ、公演来てくれた皆さんありがとうございます。今日は公演だったんです。こんばんは。すいません、真顔で。なんか接続が良くない。こんばんは。公演でした。見てくださった皆さんありがとうございます。じゃあ、公演やったからちょっと髪の毛がぼさってます。夜遅いのに見に来てくれてありがとうございます。研究室で化学やけどして DMM で声見れんかった。大丈夫ですか、たけさん。やけど大丈夫ですか。お、シャワー浴びようとしたところだった。ありがとうございます。ナイスタイミング、間に合った。え、っていうかめっちゃ蚊に噛まれて、やばい、かいちゃう。お、ダンサブルの YouTube 見てたところでした。あ、そっか、ダンサブルの YouTube 更新されてますよね、多分。されてました？そう、これ髪の毛が横に飛んでる。これ癖なんですよ。モバ生見ました。ありがとうございます。顔蚊に噛まれました。うわ、絶対かゆいやん。チュンさん、初コメです。ありがとうございます。バイトお疲れ様。あー、そう、ウーカのお話し会撮っていい？セイネタンさん、ぜひぜひぜひ撮ってください。目のキラキラ真似したい。目のキラキラはぜひ真似してください。え、かゆい、やばい。美容師のアシスタントしてるんですけど、オーダーで頼んだハサミが届いて嬉しい一日でした。あー、いっぱい使って、これからあれですね、お仕事で頑張ってください。20万ぐらい。20万もするんや。そっか、するか、商売道具ですもんね。アスキーさん、来週野球の試合、あ、頑張ってね。ホームラン打ってください。かゆい時は叩く。え、ほんまにかゆい。1、2、3箇所ぐらい噛まれてんねんけど。宗教違うけど、ウーカのことは大好きです。宗教ってどういうことだ。宗教何。明日の課題の提出、提出の課題が終わりません。気合い入れてください、ルーさん。もう悲しいけど、インスタライブを閉じて課題をしてください。それから BGM 代わりにして頑張って。お、ウカメール返信遅れた一日でした。ありがとう、ウカメール。髪の毛ボサボサやんって、気にしてるんで言わないでください。歌コンを一緒に見てた夫がウーカのことをリスみたいで可愛いって言ってました。ありがとうございます。そっち系統ですよね、顔。ホームラン打ってね。おばあちゃんはかゆいところは塩をつけて揉み込んでた。塩ですか。かくよりは全然いいですよね。最近インスタライブしてくれるのが嬉しいです。りくさん、ありがとうございます。いや、今日はね、まあオンラインお話し会が受付中なので、あのコメント固定してるんですけど、そう、もしね、ちょっと喋ってみたいなと思ってくれたら、ぜひオンライン話し会申し込んでみてください、という宣伝です。
イビサガールの感想のかりんちゃんと二人でダンスするとこ揃いすぎて震えた。ああ、ありがとうございます。もうこじりんとはダンサブルでもいっぱい踊ってるからかな、息がぴったりなんですかね。ああ、犬の散歩してたらね、たくさん噛まれそう。今の時期特にね。こじりん推しやけど、ウーカの握手会行ってもいいですか？私は嬉しいです。来てください。こじりんに見られた怒られるね。7月18日45秒話せるので楽しみ。あ、いっぱいですね。岩上さん、ありがとうございます。嬉しい。ぜひぜひ待ってます。なんか今日目キラキラしてる。そう、今日は公演だったので、公演用メイクだからキラキラかも。仕事で昇進しました。レイさん、おめでとう。いやー、すごい頑張りがね、認められたんですね。そのまま頂点まで昇進しましょう。アイシャドウは、あの、今日は B アイドルの本命のブラウンとオレンジを混ぜました。あ、15秒という長い短い、あ、ちゃちゃ、短い時間ですが、ゆいぴょんさん、あ、ありがとうございます。楽しみです。同期のアンチとウーカが一緒にココテンとか熱すぎる。うわー、そうですよね。私は N の時に坂、え、ちゃわあれないっけ、え、ちょっと待って、え、坂上がり公演じゃなくて、そう、 M の公演にまた出演したことがあるんですけど、アンチとココテンできんのは嬉しい。お、声うかゆうさん、声癒されます。ありがとうございます。 BGM にしてください。アンチュとみーきさんと、あとなぎちゃんかな、ココテン初めてメンバー、あとで初めて覚えるメンバーも多分ね、後輩にはいっぱい、あ、そう、リセット公演や、一緒に出たことあるの。あかん、めっちゃかいちゃう、足元でめっちゃ足かいちゃう。あ、今日満月最高でした。私もさっき帰り道見ました。おっきかった、すごい周りが光ってました。日本語が。ココテンの好きなユニットは、ココテン、ここにだって天使はいる声、好きなユニットは、うーん、え、全部好きですね。夢のデッドボディもかっこいいし、私、うん、まあでもリクエストアワーとかですごい思い入れがあるのはジッパーですかね。お兄の上履きも、最初の方すごいやってたのでおもろいでありますけど、うん、あ、今日公演来てくれた行く、あやかちゃん、下手座ってたからウーカが髪手を見えたけど、スクラップ&ビルドの時ずっと下手で、あー、そうですね、そう、あの、うちわかな、ボードかな、見えてたよ、ありがとう、嬉しい。ウーミルでやってみたい曲は、ウーミルでやってみたい曲、なんやろう、スキャンダラス、スキャンダラスに生きてゆこうって曲、なんか二人の元気な感じが伝わるんじゃないですかね。やりたい。コロナ落ち着いたら大阪行きたい。ああ、ぜひ来てください。あかん、かゆい、あ、私の部屋に無比ない、かゆ、韓国で見ていますよ。あー、こんばんは、ポゴシポソウーミルはハートの独占権やってほしい。あ、確かにやってみたいです。やりたい、いいですね。
ってなったらどっちがお姉さん役やろ。ミルちゃんはピンクの衣装が似合いそう。劇場行きたいけど福岡だからなかなか行けない。あー遠いですね。 DMM で見てください、ぜひ。あ、ウーミル TikTok で、あー見てくれたんや。そう覚えました、頑張って。個人的にアボカドも見たい。あーいっぱい出てきますね、やりたいのいっぱいある。何回やっても左柳がうまく踊れないよう諦めそう。覚えてくださってるんですか、ありがとうございます。もうちょっとでダンサブルで振り付けの講座を、講座っていうか喋りながら教えるみたいな動画この前撮ったので、ぜひ更新を楽しみにしててください。あ、韓国語の発音が完璧ですね、だって。やったー、カムサムニダー。ウーミルなら友達か5回みたいな。あーそっか、5回もミルちゃんの曲ですもんね。何がいいかな、かっこいい曲もいいけど、やっぱりなんか楽しい曲したいなっていうのもあるし、選べない。ヤッシュさん今日9割ぐらいウーカ見てた。あ、感じてました、視線。ニコニコして見てくれてた。ミュージックビデオのメイキングでウーカが泣いてるのが可愛かった。あー、メイキングまで見てくださってありがとうございます。そうなんですよ、寂しくなりましたね、ミルちゃんの、ミルちゃんがもういなくなるって思ったら、歌詞と相まってもうめっちゃ寂しかった。私は10割見てた、ありがとう。かわいい、嬉しいです、その調子。ヒラパーこの前行ってウーカと写真撮ってきた。あー、ありがとう、見たよその写真、ありがとう。ヒラパー27日までですから。そう、今日ダンサブルの YouTube でヒラパーさんの乗り物に乗らずにどうヒラパーを楽しむかっていう動画を撮ったんですよ。だからぜひ YouTube ダンサブルのチャンネル見てください、お願いします。あ、そう、その動画がね、チッヒーとペアで回ったんですけど楽しかった。おすすめのスイーツ屋さんがありましたら教えていただけないでしょうか。おすすめの、なんやろう、なんかよくお誕生日の時にいただく五感っていうケーキ屋さんがのチーズケーキ、私チーズケーキが一番好きなんですけど、めっちゃ美味しくてなんかおすすめです。こんなんでいいんですかね。ミルルンプールに落とそうとしたの洗えたよ。そう、怒られましたけどね、めちゃめちゃ本気でキレられたけど。そう、うーちゃんの一番仲いいメンバーはやっぱミルルン。そうですね、ミルちゃんと一番仲良し。ノーマルで、ありがとう、アイスアイドルさんありがとう。でもな、ここに今ニキビできてんねん。いやー、なんなんですかね、ここにできるって。口元でもないし、ほっぺ、ちょっと言ったらちょ見られるから内緒にしとこう。ミルが卒業したら折り面がウーカだけって曲が増えるね。そうなんですか。僕らのユリイカとか、
鴨ネギは、え、鴨ネギとか、え、寂しい。あ、ヒラパーの動画見てくださった方がいらっしゃる。うんちひそう、ヒラパーさんってね、すごい植物がすごく綺麗なんです。なんていうんやろ、ガーデニング、お花もめっちゃいろんな種類があって、すごく綺麗に飾られてて、で木もすごい形が面白くて、そう、うんちみたいなのがあったから名前つけた。ぜひ皆さんも行ってみてください。めっちゃ映える写真撮れますよ。そう、坂道ダッシュもしたほんまにしんどかった。最近走ってないから、走ってないのにあの坂道はちょっと鍛えられます、足腰が。絶叫系苦手な人だから参考にする。あ、ぜひぜひ。映えスポットとかもね、見つけてきたんで、ぜひ真似してください。ひら、あ、ん、今日の公園うーちゃんしか目がいかなかったです優しい、ありがとうございます。五感、そう、五感がぜひおすすめです。うーかさんとうちのパパと同じ誕生日ですよ。覚えやすい。あ、そうなんや。8月1日、もう1ヶ月、え、8月1日やろ、今6月終わりかけでしょ。え、もうあと1ヶ月とかですか。おめでとうございます、お父さん、あと1ヶ月。え、あと1ヶ月か。インスタライブ見てからダンサブルの YouTube 見ます。ありがとうございます。ぜひぜひ。大学の課題やってるのです。勝手にラジオ配信にしてます。あ、どうぞどうぞ、お耳だけ頂戴して。あ、みるちゃんスープカレー中毒やねんな。そう、昨日も一緒にスープカレー食べに行ったんですよ。めっちゃ美味しかった。大阪の北堀江にあるお店なんですけど、めっちゃ美味しかった。あれはほんまに毎日食べれる。PL の花火の日です。そう、 PL の花火始まる時間、あ、でもそんな少ないか、時間ぐらいにほんまに生まれました私。お、今日劇場のロッカー081使いましたありがとうございます。いつも狙ってくれてるんや。そういう楽しみ方もいいですね。スープカレーデートしたい。あー、しましょう。スープカレーをね、いろんなとこ行きたいんですよ。めっちゃ気になってて、で日本、ん、難波の近くにもうこの前見つけたんですけど、そう、なんかちょっと怪しい雰囲気で入るのがちょっと気まずい、怖い、勇気がなくて。イエロースパイスってお店美味しいよ。あ、そうなんですか。へえ。イエロースパイス覚えときます。イエロースパイス。ここ店楽しみすぎるんですけど、おすすめの曲ありますか。どの曲もおすすめ。どの曲やろう。初めての星がめっちゃ好きなんですね私は。中間ぐらいに来る曲でも、やっぱりココテンといえばオープニングの衣装もすごい可愛くて、早着替えとか、そう、全部ですおすすめの曲、なんやろ、初めての星は普通にあのずっと聴けます。全部聴けるけど、なんか頑張ろうって時に聴いてほしい。うん、さやかさんのお声もすごく素敵なので。
お話し会ってどれくらい話せるの？あ、宣伝しやすいようにコメントくれてる。お話し会は1枚15秒喋れます。こう対面で2人で。そうなので皆さんぜひ遊びに来てください。待ってます。ただいまオンラインお話し会申し込み中なので、インスタライブが終わったらストーリーに URL 載せたいと思います。あれなんですよね、え、明日のお昼までかな。あ、フランスからあなたを応援しています、ありがとう、センキュー。日本語をめっちゃ上手にコメントしていただいて、あ、少し苦い人生相談って曲もすごいいいんです。そうコメントで今ありましたけど、少し苦い人生相談、なんか思い出があって、チーム N でさやかさん、山本さやかさんと一緒に公演させていただいてた時に、リハーサルで今日は何の曲をやろうみたいな決めるんですけど、まだ時間があるからもうちょっと練習しようって時に、さやかさんがいつも選んでた曲が少し苦い人生相談でした。すごいそれで印象に残ってます。お話し会、ドクパパさん4枚で1分もお話できちゃうの？そうなんですそう、宣伝への誘導ありがとうございます。そっか、4枚で1分話せるんか。1分もあっという間にね、終わっちゃいますよね。結構ね、何喋ろうって方多いんですけど、話してたらすごいあっという間に終わっちゃうんですよね。だから私は結構最初は聞く方に徹するようにしてます。結構皆さん用意してくださったりしてるから、で喋る隙間があったらなんか喋るけど、で話なんかできひんみたいな人がいたら私が話しかけてます。なので初めての方も全然気軽に遊びに来てください。はい、ぜひぜひ待ってます。1時間話したい。え、1時間話そうと思ったらどれぐらいかかるんですかね、計算うん、まあ60分でしょ。で1分で4枚ってことは 4×60、6、120、まあいいちょっと計算が、間違いをこう発信するのは良くないと思うので、今カラオケでしだれ柳歌いました。あー、ありがとう。そっか、カラオケも空いてるんですね。わー、カラオケ行きたい。そうやそうや、カラオケカラオケ。しだれ柳何点出たんやろ、気になる。あ、240でした。私今120って言いましたよね。642、あ、21って言ったか。考え方は良かった間違えてた。やっぱりお話し会の合間何してるの？お話し会の合間はメンバーと喋ったりスタッフさんと喋ったりしてますね。筆談でもいいんですか？あ、全然いいですよ。94点でした、すごっめっちゃ歌うまいじゃないですか。喋ること用意してるけど2秒で終わってしまう。え、逆に2秒で終わるの難しい2秒で何を喋ろうとしてる、気になる。あとか言ったら2秒じゃないですか。おはようとかで2秒か。あすごう、ウォウウォウ、ヤッホー友達が見てくれてる。眠気が吹っ飛んだ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます、眠気が吹っ飛んでありがとうございますは間違えた。じゃあ最後まで見てください、インスタライブ。
体感 5秒、あ、体感5秒らしいです。すぐですね。ヒヨト見てるよ、ありがとう、イエイ。あ、ゆうちゃんもインスタライブ始めたんですか。そうなんや。うおうおう、うおうお、発音でって言うんやろ、うおうおうお。運転してたら眠気飛んだ。運転しながらラジオ感覚で聞いてください。月曜日から期末です。頑張って。期末、期末か。今見てほしいけど勉強も頑張ってほしい気持ちです。ココテンもう一回見に行きたい。お、ココテン見れますよ。7月11日にあのゼップ、ゼップナンバーベイサイド、え、ナンバーじゃないか、ゼップ大阪ベイサイド、あれ、ちょっと待って変な情報言ってしまう。でね、ここにだって電車いる公園、昼夜公演あるので、ぜひ皆さん見に来てください。ゆうちゃんのインスタライブ見に行きますやって。ちょっと待って、めっちゃ減るんちゃん、ちょっと悲しい悲しい。明日面接だ。あー、頑張って。いつものあなたで大丈夫。受けてた就職先決まりました、おめでとう。カッシーさんおめでとう、さすが。ケンイチさんこんばんは。公演生で見れて、モバ生も見えて、インスタライブ見れるなんて。すいません、なんかそんな登場しちゃって。今日公演見に来てくれてありがとう。なんかウーカさんに会えるイベントとかってありますか。そう、あるんですよ。今それがこの今下に書いてあるオンラインお話し会、今申し込み中なんです。明日のお昼までなので、皆さんもう忘れないように、今を逃したらもうないですよ。わざとらしい宣伝、ぜひぜひ来てください。待ってます。18日2枚撮りました、ありがとう。楽しみにしてます、会えるの。何回でも告知する。やっぱりインスタライブって今見てても後で見てない人とかなんかね、いるじゃないですか。何回でも告知する。何日がおすすめですか。結構もうなんか売り切れも出てきてて、浴衣の日とか来てほしかったんですけど、その日がもう売り切れなので、いつやろ。8月6日が私が24歳になって初めてのオンラインお話し会なんですね。だからその日とかぜひ来てほしいです。それか23歳最後の日とか待ってます。ここで一人で行くか悩む。全然一人でも楽しめますよ。もう始まったらさ、もうこうじゃないですか、周りなんか関係ない。そう、8月両方売り切れたよ。そうなんや、ありがとうございます。8月売り切れみたいです。じゃあ7月だ。23歳最後のオンラインお話し会待ってます。そう、もう24歳なんですよね。えなんか24歳、友達になんかずっと23歳って言ってないみたいな、この前言われて、年齢詐欺ってるやろって言われたんですけど、そんなことは絶対してません。ここてん一人ですが応募しました。おー、ありがとうございます。楽しみましょう、当たりますようにね。まずはまだまだ若いなーって言ってくれてる、優しい。そう、10代だと思ってたらね、応援してくださる方はやっぱり10代の頃から見てくれてるから、そりゃねびっくりしますよね。ウーカに会いたい、会いに来てください。会いに来れますよ。オンラインお話し会申し込み受付中なので、明日のお昼までです。何回言ったもんこれ。すいません、言いすぎてちょっと嫌いにならないでください。
お互い大人になったね。いやそうなんですよ。だってね、ファンの子とかが学生で、そう、そんな時から知ってるから、今お互い成人してっていう、一緒に歩んできたのがなんか感慨深い。こんばんは、クルトさん。今年で二十歳になるんですけど、10代の時とやっぱりなんか変わりますか？なんですかね、体力どうやろう、何が違う。でも自分のやりたいことができるじゃないですか、結構楽しみも増えるし、なんか自分に責任が増える分、でも自分のやりたいことできるからね、人生の幅が広がるんじゃないですか私が広がったかというと、なんか具体的に説明するのは難しいけどそんな感じですね。20代は20代でいい良さがあります。アラサーになったの、でも30代の女性が一番魅力的がっていうか、わー、すごい魅力的やと思います。私、ヒラパンのイベントに親子連れの、嬉しいですね。そろそろ寝ますか。もう12時やん。わー、こんな時間まで見てくれてありがとうございますね。いっぱい喋らせていただきました。うーか、こんばんは。うーかちゃん、今オンラインお話し会も申し込みました。ありがとう、やったー。やすひろさん、こんばんは。今来てくれたんですね。はい、勇気が出たから内緒で会いに行きますね。なんで内緒？全然内緒じゃなくて、来てください。結婚目標、結婚報告するのが目標です。あー、楽しみ。お互いにそういうのをね、いっぱい共有していきたいですね。成人式とか報告してきたって、もうウーカお姉ちゃん、嬉しい。もうずっと見守ってます。NMB の話し会初めてなんだけど、何かアプリでやるの？これはそうですね、アプリフォーチュンミュージックっていうサイトに行っていただいて、そこに NMB の今申し込み受付中のやつがあるので、そこに詳細は詳しく書いてくれてると思います。はい、ということで、もう12時だ、すいません。こんな夜まで見てくれた皆さん、ありがとうございました。はい、じゃあオンラインお話し会でね宣伝ばっかりすいません、ほんまに。ぜひぜひこのインスタライブ見て喋りたいなと思ってくれたら、待ってます、このオンラインお話し会で。はい、ぜひ遊びに来てください。寝る前に顔見れてよかったです。こっちもありがとうございました。よく眠れそうです、今日は公演もあったし。はい、じゃあ皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。